はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。さあ今回は梅野選手のスピちゃん限定バージョンが極みになったので使っていきたいなと思います。昨年のスピちゃん福岡大会で初戦負けをして、そのランダム契約書から獲得したのがこの梅野選手なんですが、せっかくのですね限定選手だったので極みにしてから動画で使おうと思っていました。極みにしてから動画に出そうと思っていたら約1年かかりましたね。梅野選手を獲得した当時から全く A ランクが当たらなくて、先日ようやく5枚目が集まりました。まあ、もうちょっと早く動画で使えるかなとは思ってたんですけど、予想以上にちょっと時間がかかっちゃったので、この梅野選手を披露するのにかなり時間がかかってしまいました。ちなみに梅野選手は限定3人目です。さらに1年前、2018年に獲得した柳田選手と山田選手がいます。ちょっとした豆知識というか小ネタなんですが、2018年のスピちゃん限定選手だけ写真変更した時の赤枠が細くなっています。これセカンドの山田選手、そしてショートの松井和夫選手、この2人を比べたら一目瞭然なんですが、なぜか2018年の限定選手だけ写真変更が分かりづらくなるように赤枠が細くなってます。ちなみに2019年、そして今年2020年の限定選手は赤枠が細くならないんですよ。なんで2018年だけ赤枠が細くなってるのか分かりません。まあ、せっかくね一番最初2018年こういった配慮をしてくれてるなら、まあ、この後も赤枠細くすればいいのになと勝手に思ってます。それでは称号をしていきたいなと思います。まあ、キャッチャー梅野選手といったらピッチャーは西選手だろうということで、今回は久しぶりに西選手を使っていこうかなと思うんですが、アニバーサリーで獲得した西選手称号ができるので先に称号していきます。西選手制球スタミナの A 同値なので、今回狙う称号は同値を維持しつつ9位 A に乗せる称号、星3のうなる剛腕、もしくは星2の圧倒的9位、この2つを狙っていきます。さあ本は使いません。星2の称号もねワンチャン来るかもしれないんで、ただ結構難しいですねここの狙い撃ちは。まあ、最悪スピリッツが上がる称号でもいいかなと思います。さあ丁寧な投球、これはダメですね。さあチャンスはあと1回、つかなかったら外します。同値が崩れちゃったら外します。さあ2回目、強心臓、まあまあ OKOK、 これが最低ラインです。強心臓ですねめっちゃ引けるんですよね。それでは試合に入っていきます。それではやっていきたいと思います。さあ西選手と梅野選手のバッテリーです。本当に西選手使うのは久しぶりです。まずはストレートから入ります。まあ、タイピンチはですね消えてるんですけど、まあ、コントロールを持っているので、まあ、西選手リアタイで使う場合はそこを生かした配球をしていかないと、まあ、今の環境ちょっときついかなと思います。まあ、基本的にはストレートが動くので、まあ、このストレート、カットボール、高速スライダー、高速シュート、この4つを基本的に出し入れして、まあ、配球していく感じですね。そうですね、こういうもう本当にボール1個分外れるか外れないかあたりを狙っていくのがいいかなと思います。で追い込んだら外角に逃げていくスライダー、いや見てくるか。さあ次は内角、入らないカットボール、よし OK。 まあこんな感じですね。まあ、ただ正直ね上手い人相手だと全く通用しないです。そうですね、山本由伸選手とか、まあ、似たような球種してるんですけど、やっぱり球速が速い分山本由伸選手は振ってくれる可能性っていうのはあるんですけど、ちょっと球速がですね山本由伸選手とかに比べると遅くなっちゃうんで、まあ、ちょっとこういう配球は、まあ、あまり打率が高い方には通用しないかなと思います。まあ、だからですねあんまりここ最近西選手使ってる人見ないと思うんですよ。自分もあんまり見ないですね。まあ、ちょっと前は使ってる方多かったかなと思うんですけど、これはライト取れますね。 OK。 それではもう早速梅野選手です。チャンスぐらいかな、チャンスとヤクルトキラーしかないんで基本的にランナーなしの時は上がりません。まあ、あとですねヤクルトのピッチャーはなかなかリアタイで見かけないんで、ヤクルトキラーあんまり意味ないんですよねリアタイだと。さあライト前ヒット、そして2番山田選手ですね。この山田選手は2018年西日本のファンフェスタのスコアバトルで獲得しました。選択ではなくてですね、その時はランダム契約書だったんですけど、奇跡的に2人狙いだった1人山田選手をランダムから引くことができました。いやめっちゃ嬉しかったですね山田選手引いた時は。でこのギータは2018年東日本のスピチャンで獲得しました。選択をですね獲得できたので、もうここは迷わずギータを取りに行きました。その2018年で欲しかったのがギータと山田選手だったんですよ。その選手をですね両方獲得できるとは思ってなかったので、まあ、ここだけはちょっと自慢できるところかなと思います。そして筒香選手にはもうずっとハマってます。筒香選手が打ちやすすぎる。
おーしょ、ケイもう完璧、もう筒香選手半端ない。そして5番は大谷選手です。さあまだね、大谷選手、ギータ、筒香選手、誰を代打に回すのかはしっかりとは決めてません。そしてのりさんですね。いやー、 OB 第1弾で早速来ましたね。今年ね、3年連続ぐらいかな、のりさん出続けてたんで、今年来ないのかな、もしくは他球団で来るのかなと思ってたんですけど、もう早速ぶち込んできましたね。もう予想が外れまくりました。それでは2試合目入っていきます。さあピッチャーは次は千賀選手ですね。そして知っている方も多いと思いますが、海野選手の弾道の話していきたいなと思います。海野選手はですね、2016年2017年、ともにシリーズ1はアーチストだったんですよ。もう現役捕手の中で唯一のアーチストだったキャッチャーなんですけど、2018年シリーズ1から急に低弾道になりました。アーチストというね、まあ、一番いいとされている弾道からいきなり低弾道にバッて下がるっていうね、そういった弾道が変わっているキャッチャーでもあります。あ、そして内川選手、内川選手ヤクルト入りがもうほぼ決定的みたいですね。いやー、まあ前も言ったんですけどね、前も動画も出したんですけどね、まあ、ホークスで終わってほしかったなとはファン的には思うんですが、まあ、ヤクルトで、まあ、まだまだゴリゴリやれると思うんで、そうですね、内川選手と青木選手のこの超ベテランコンビみたいですね。まあ、青木選手、内川選手、この並びもね、来年のヤクルトで見たいなとは思ってます。あとは梅野選手の守備の話をしていこうかなと思います。梅野選手の裏捨ては現役の捕手内ではトップクラスだと思います。捕球が A、 スローイングが B、肩が A ですね。ただですね、捕手の捕球っていうのは低くてもあんまりパスボールってしないんですよ。例えば森友哉選手はですね、捕球が F なんですけど、使っていてパスボールっていうのは本当に滅多にないです。逆に捕球がすごく高い古田選手ですらたまにパスボールするぐらいなんで、キャッチャーの捕球っていうのは低くても高くてもそんなに変わりはないです。だからですね、キャッチャーっていうのは捕球よりもスローイング肩の方が重要視されます。なので守備要員として使われる現役キャッチャーは梅野選手よりも甲斐選手みたいにスローイングが B、 肩が S、 または小林選手みたいにスローイング肩ともに A、 こういった選手の方が使われやすいかなと思います。さあ3点のビハインドを許してますが、ちょっと長打ぐらい打ちたいね。ホームランは厳しいかもしれないけど。どうだろう、レフト、長打、よし、回った。そう、走塁がですね、アップデートで積極的になったので、まあ、そのフェンチョクタンダっていうのはかなり減ったと思います。前はね、走らなさすぎたから、特能で走塁とか持ってる人の良さもあんまり出なかったんですよね。うわー、マッチ、いやー、なんかそこ抜けないな。さあピッチャーが早くも変わりましたね。松井選手か、変化量マイナス1。あ、嘘トライミスった、今のは完全にずれた。0点はちょっとまずいですね。多分そろそろね、どっかでストレートが飛んでくると思うんですよ。よし、OK、これはラッキーでしたね。よし、OK、ここは狙い通りですね。のりさんです。もうのりさんね、もう皆さん何度も言ってますが、獲得エナジーに余裕がある人は獲得しましょう。またまたピッチャー変わってディクソン。初球はナックルカーブかツーシーム、まあ、基本的にナックルカーブかツーシームしかね、投げる球ないんですけど。いや、詰まった。さっきツーシーム打たれたんでストレート多めで投げていきます。こうした場合はもうスロースライダーとかでいいんじゃない。もう分かんない。よし、OK まあ、なんとなく空振りが取れるかなと思ったスロースライダーで空振りが取れましたと。いやー、甘いなボールにしようと思ったのにな。カットボールはどうでしょう、取れるんじゃないこれは。さあ2点差ですね。さあ7番からですね、7番で2点差。これうまくいったら梅野選手でサヨナラヒットみたいな感じのシチュエーションまで持っていけるかもしれないんで、それ狙います。さあこれはどうでしょう。さあ抜けていく、一番いいシチュエーションは何かな、二塁打でしょ。
まあ、ホームラン打ってツーベースサヨナラヒットっていうのもありですし、まあ、ランナー貯めていくのもありですね。おお抜けてった、危ねえ、今取られてたらちょっと危なかったですね。さあランナー二塁、さあこれはもう次の9番バッター和夫さんが大事です。ヤファーボールでもいい、ヤファーボールだとちょっときついか、ヤファーボールになりそうだな。ちょっと次狙いますか、ツーシーム、いやまさかのフォアボール。さあチャンス発動、いやこれホームランワンチャン狙えるかな。ちょっと思いっきり狙ってみます。いやどうだろう、いやダメですね、ちょっとまだ足りてない、まだ完璧に捉えないといけない。いやちょっとあ、まあまあしゃあないしゃあないしゃあない。いやスタミナ切れてますね、遅くなってる。サークルチェンジとかだったら一発バチコーン持っていけそうな気がするけど、いやボーリアン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 、あー、いや最高のシチュエーションで打てませんでした。もうここはもう山田選手尻を拭ってくれ。さあここで歩かせてくるか、ギータの方がいいのか、それともタイピンが出なかったから歩かせたのかな。いやタイピン出ないな。よーし、オッケー、勝てた。ということで、ご視聴ありがとうございました。